綺麗。めっちゃ富士山見えてるよ。富士山とバナナボート最高。俺ら今日ほんまにヤバいっす。ついてなさすぎや。怖いな。ほんまにヤバい。さあ皆さん、はい、富士急いかがでしたか？楽しかった。最高でした。楽しかったっすね。楽しかった。まだまだほんま乗り物いっぱいあるもんね。いっぱいある。なんか次はね、ゆっくり来たいね。そうやね。東平はもう疲れたんちゃん。絶対めっちゃ疲れたね。ねえ、明るくにさすがに今、陸と空のを楽しんでいただきましたね。はい、なので次は海です。海、海ですね。山梨海あります。はい、今から向かうのはですね、はい、山中湖です。おーおー、やば。なんか琵琶湖みたいな。そうそうそう、湖なんですけど。伊豆というか。はい、山中湖で何しよう。山中さんと喋ります。別に山中さんの所有物ではないから。山中湖でね、今から遊んでいきたいなと。やっと思ってますんで。なので、まあちょっと朝からちょっと皆さんいろいろ西畑の無茶ぶりに答えていただきありがとうございます。いやいや、なので、まあちょっと30分ぐらいにはなりますけど、皆さんちょっと仮眠タイムを設けたいなと思います。いいんですか、そんな。あの、西畑運転するんで仮眠してください。運転してる時に一緒に寝るなんか、なんかな。こんなん本当申し訳ないです。真横で寝れたりしないですわ。早いわ。眠たくない人はどうすればいいか。眠たくない人は別に寝んでいいよ。寝んでいいですか。無理して寝る必要ないよ。なのでしばし寝てください。おやすみ。おやすみ。早いな、みたいな。焼肉多いね。ね。はい。もうええって。あ、え？もう俺も寝かけてたけども、そのツッコミで起きましたよ。最高。富士山すごい。やばい。山頂の人手振ってくれてるわ。お前や。ちなみにですね、現在の気温がですね、はい、8度です。8度。はい。ということで、ここで行うのはですね、はい、山中湖を満喫冬のバナナボートチャレンジ。よいしょ。ちょっと絵描いて。よく見て、よく見て。バナナボートって。よいしょ。夏にするもんやろ。はい、そういうことか。今から冬の山中湖でバナナボートに乗っていただきます。王様西畑以外の6人がある対決を行い、はい、上位2名はバナナボート免除。免除。はい、続く2名が多少寒さを感じづらいウェットスーツを着て体験。しゃあ、でも乗んのは乗んのよね。 B2 名はなんと T シャツ水着で体験していただきます。よいしょ。よっしゃよいしょー。行こうぜー。ほら決まった。この二人を決まりや。決まった。ちょいちょいちょい、この寒さでバナナボート。やばい。これはね、言ったらこれあれ、雪の上を裸足で歩いてるみたいなもんやな。マイロックキングちゃうから。ということで、何の対決で決めるかというと、バナナの皮でうまく転べるのは誰だ対決。よし。どういうことやこちらにですね、バナナの皮がございます。はい、
どういう説明？落ちているバナナの皮に全て転ぶ演技に一人ずつ挑戦していただきます、はいはい、その転び方のうまさを競い合っていただきたいなと思います。え、それは判定は私が厳正に行わさせていただきます。めっちゃ変化球やん。ここに来てバナナの皮で滑る演技これの癖はだいぶすごい。すごいね。2名は免除、2名はウェットティッシュ。ウェットティッシュ。ウェットティッシュ。もうこれ乗るやろ。大悟も乗らせようや。罰ゲームな、罰ゲームしやから。一回ちょっと脱いでみたいな。もしかして T シャツになったらこれなのよね。よいしょ。で、これまだ見せれてないやん。ほんまや、見せた方がいいっちゃう。ほら見せた方がいいって。バナナみんなに転ぶやん。俺も転ばしてやん。あ、これみたい。え、だけじゃない、あの転んださんの体感も俺も参加。え、でもそれ見せてないからな。あかんわ。作っていただいたのに。もったいない。でも思んなない？なんか一番最後の半袖枠2名の1名がもう決まっちゃうねんね。じゃあ考えます。みんなのお芝居を見て急に金利優しくなる。じゃあ早速やってまいりましょうか。よいしょ。気合いよぜ。まあ、もう何でも乗る。もう乗る気は。じゃあ1人決定。てかもう半袖じゃないから。じゃあ待って待って、3人は1人増えるかもしれない。やっほー。何？君は何て名前だい？審査委員長。審査委員長。審査委員長。首長っ。うわー、すげー、かっこいい。すげー、撮影タイムちゃんと撮ってくれてるやん。すげー、かっこいい。わかるんかな。俺も見るよって。すごいあれやな、もこもこしてるな。あ、でした。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 また。大丈夫。また来たね。お前や。あ、ちょっと降りだった。ちょっとバナナの皮対決やりますけど、はい、あのこうやって来てくださったんで。かわいい。ハート、ハート。かわいい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 。餌をこの二人が食べてくれた人、はい、免除します。免除。オッケー。はい、スタート。はい、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 いただきます。誰かキャッチで。アヒロさん、はい、カモン、カモン、アヒロ。投げてみ、これ投げてみ。てててカモン。え、待って、まさかの流星や。流星や。待って、めっちゃ終わってくれ。早く食べて、早く食べて。ということで終了。はい、ということで今急遽開催されました、はい、アヒルちゃんに餌をやる選手権、はい、1位流星。やったー。さすがアヒルちゃん。こちらでアヒルちゃん。そして2位道枝俊介。やったー。1位と2位の方バナナボート免除です。やったー。お疲れさー。じゃあ4人さん、はい、いただいて、来ていただいていいですか。ウェットスーツオアT シャツ決めてもらいたいと思います。何がおもろいねんこれの。さあ、それではジョー君から参りましょう。ジャニーズジュニアがバナナで滑るとき、あんまないですけどね、そういうあるあるみたいに言ってるけど。ジャニーズジュニアが滑るとき輝かせれます。なるほど。それではジョー君のバナナ滑りです。お願いします。出てきた。嬉しい。嬉しい。出てきた。嬉しい。嬉しい。嬉しい。先輩のコンサート盛り上げるぞって。おーちょっと長めね。長めね。あ、踊ってる。来週踊ってるな。踊ってる。踊ってる。あー、振り向くのね。多分今あれがスタンドの方向かってスタンド向けるかな。ちゃんとアリーナもスタンドも見て、あ、立て、先輩立てて。いいよ。あ、ちょっと待って待って。あるあるやな。終了。クオリティ高かった。これクオリティ高かったですね。ジャニーズジュニアがもし滑っても普通の人やったら転ぶけど、ジャニーズジュニアならしっかりゲッタンで勝つ。なるほど。なるほどね。そうか。じゃあ、うわー、この後か。あと、シチュエーションありますか。シチュエーションはやっぱり友達と喋ってる時にやっぱりこけたら恥ずかしいから、ちょっとこう、ごまかしてる感じの男、ごまかしてる、なるほど。それでは、ハスンのバナナ
の川滑りです。お願いします。いや、今日の富士急めっちゃ楽しかったよな。いや、だってあの乗り物めちゃくちゃやばくなかった。おぉ、すげえ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 、さすがやわ、綺麗やったもんね、綺麗、すごくやった。ただ見てた、歩いてる時富士急楽しかったよなって一回バナナ言っちゃった。いや、今日の富士急めっちゃ楽しかったよな。いや、ってあの乗り物見てました。あれがどうだよ、ちょっとね、そういうの、あの技術はすごかったんです、素晴らしい技術でしたけど、美しさの点で、あれがどう減点につながるかで。マジか。長尾、テーマありますか。テーマ、ヒゲダンス。ヒゲダンス、いいぞ。いいや、いいや、いいや。ヒゲダンス、どうなるやろ。それでは、長尾のバナナの川滑り、お願いします。あ、出た出た、ちょっと疾走感。疾走感、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 ジラス、いいね、いいね。持って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 、持って、何して。俺はちょっと新しい。何何何何、置いて置いて、あー、置いて、置いて、2つ、いいよいいよ、どうすんの、どうすんの、いって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 もう体張りすぎやって。お前ちょっと待って、関西人の良くないとこが出まくってる。バナナすごいことになってんだよ。いや素晴らしいっすね。勇気すげえな、マジで。技術とか美しさとかじゃない、この西畑のツボをこうグッと、そこ強いな、それはちょっと加点かもしれないですね。マジそこ加点か。高橋、テーマはありますか。テーマ、ハードル。ハードル、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 シンプルな。それでは高橋のバナナ川滑り、お願いします。お前マジで何してんの、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 ちょっと待って、ちょっと待って、よーい。パクリやん、パクリやん、ちょっと水際行っただけやん。危なマジで、ガッチ危な、水かかるかかからんかの瀬戸際に来ました。こいつやっぱすげえわと思ったんだ。スターやと思ったね、そら水かかるかかからんか、ギリギリ危な。めっちゃレベル下げた、パロディやめてくれ。今、西畑の採点が終了いたしました。はい、技術点、美しさと、こう一つずつ言っていきます。はい、まずはジョー君、はい、技術 3.5 点、美しさ5点満点、おお、合計8.5 点。よいしょ、まあまあまあ得点満点じゃんな。 8.5 いいよ、全然でかいでかいでかい。よしよし、続きまして初技術点、はい、4点、美しさ 4.5 点、おお、おお、おお、合計 8.5 点。よいしょ、来た来た、俺ら2人来た。じゃがお、はい、技術点3点、美しさ 3.5 点、お、ツボ点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 2点、合計 8.5 点。待って待って、やばいやばいやばい、ここもうみんな一緒やで。どういうこと、何回するんですか。高橋、技術点2点。まあ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 、美しさ3点、お、5点、あ、5点だよ、5点だよ、5点だよ、終わった。5点ないよ、5点、ツボ点は来るかもしれない、来る来る、ツボ点きた、きた、1点、 OK、 6点。一番ツボってるやん、もう点数が。高橋、まあいいよ別に、俺は話せやろ。 T シャツ水着決定、見せていこう、見せていこう。はい、まあ、ジョー君、ハッスン、長尾が今、3人ね、こうなっちゃってますけど、はい、並んだよ。どうすんの、どうすんの。アヒルじゃんけん、何それ、何それ、じゃ、アヒルじゃんけんをしていただきまして、負けた人が、T シャツ水着です。普通のじゃんけん、いや、もう、何だ、アヒルじゃんけん、じゃんけん、ポンって、うん、最初につけるだけかい。それでは、参りましょう。ちょっと服から、なんじゃない、喧嘩してる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 、喧嘩したらあかんよ。ハート、ハート作れてない。痛い、脳天叩いてる。いきます、せーの、アヒルじゃんけん、じゃんけん、ポン、シャーン。よっしゃ、俺らやな、来ました、やっぱ俺ら、やっぱ俺らやな。はい、
俺らのチームは最高じゃんけん大嫌い。俺らも今日朝からおごってジェットコースター乗ってさ、お前俺なんてこいつとほぼ同じ並びやなんなん。あ、お前最初からイタリアに作ってるやん。ほんまいや、そんなに豪華なものしてへんからイタリアに作ってへん。うわぁこれはやばいね。これが体全体に来たよ。俺多分そのまま沈んでいくぞ。先ほど、ね、皆さんも聞いたと思いますけども、水温がただいま10度でございまして、体感は3度らしい。お前腕触んなよ。触るとき触りますよ。お前言ってるそれでは参りましょうか。あーいいね。うわ楽しそう。イエーイ、いいよ、楽しそう、楽しそうね。マジでやばい、マジでダメ、これはやばいよ、ここに。やばい、最高。あ、いいや、でも楽しそう。いいよ、いいよ。ダメダメ、感覚ないです。お前も、寒いとかの事例を超えました。あの、本当にやばいです。頑張って、頑張って、もう、やばい、頑張って。本当にあの世界を800周したぐらい。世界を800周したぐらい。いや、もう、リバーデイ、あの、スパークで入ってるみたいな。この時期に、スパークで入ってるみたいな。よう分かんな、よう聞こえてた。めっちゃ富士山見えてるよ。富士山とバナナボート、リバーデイ。マジで楽しかった。楽しかった。最高よな。はい、楽しかった。飛び込めて最高。夏やったらより楽しいし。なるほどね、うん、またプライベートでねできたらいいな。できたらいいな。お前楽しんでたもんね。充実してるね。楽しかった。やばい、コメント短くせえよお前。なんでめっちゃリズム刻んでる。刻んでっちゃうよ。もうくっそ寒いよ。バナナボート自体はどうでした。いや、それ自体もめっちゃ楽しかった。本当。そう、でも寒さの方が勝ったね。まあ、そうやんな。半袖半端。はい。いや、でもほんまにこういい表情してたし、はい、いい表情してたんですけど、はい、残念なお知らせが。残念なお知らせ。はい、残念なお知らせがございます。何？ま、見て、実物見ていただいた方がいいかな。ほんまに落ち着いてたって。残念なお知らせが。こちらがね、後部の、長尾とハスを撮ってたカメラ、うん、はい、で、こちらですね、ジョー君と高橋を撮ってたカメラなんですけど、あの勢い強すぎて多分どっか飛んでいきました。俺らの表情は、近目では撮れてない。おーまた遠目から撮ると見えない。視界袋のだからこそある現場のリポートというものがあるやん。そうやな、ごめんな。ごめんな、ちょっと遠くからのやつも俺らの表情とか撮ってるかもしれへんから。あ、そっか。え、残念やな。もしかしたら大事なとこ撮れてないかもしれんけど。いっちゃんこいつらの表情いらんやろ。いるいる。俺らやろ絶対。俺らやったりやもんな。ちょっと俺ら今日ほんまにヤバいっすね。ついてなさすぎや。怖いな、ほんまにヤバい。俺は痛手につくせりや。だからちゃうやん。逆にはよかった、慣れていいね。あー俺どうしたらこうやん。次は行きましょうか。次は行きましょうか。
笑い。